皆さんこんにちは、卓球ライフサポートのカピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はですね、8月31日に行われた終わり朝日のイベントなんですけども、あ、そういえばあの動画、あの僕と天野さん、そして鉄平と天野さんの動画ね、アップさせてもらって、たくさんたくさんのご視聴いただき本当にありがとうございます。なかなかいい動画だと思いますのでね、ぜひまだまだあの見たことない方にもですね、どんどんあのシェアしていただけるといいかなと思います。まあまあ、あれ終わった後、午後からですね、近藤銀次先生の講習会が、まあ、地元中学生を対象に行われたんですけども、その時にその最後、天野さんが皆さんに向けたメッセージがとてもとても素晴らしく、とてもとても大切なことを言っておられます。それをお届けしようかなと思います。やっぱまあ、天野さんは全日本ダブルスとかね、社会人とかでも優勝したりして、やっぱトップ選手、トップアスリートとして活躍していたんですけども、やっぱそのトップ選手のその思考がですね、やっぱ皆さんにもやっぱお伝えしたい、お伝えしなきゃいけない、これからもうレベルとかそう関係ないですよ。やっぱその人間性ですね、そういうところもお伝えしたいと思いまして、これ今から見ていただきます。ぜひぜひ参考にしてください。それでは動画ご覧ください、どうぞ。練習をずっとしていただいてました。だからみんながまだ中高生だから言われてることじゃなく、社会人でもそういう練習はしていくので、今日教えてもらった練習はすごい高度な練習だと思います。でもやっていくうちに少しずつできるようになって、試合でも成果が出てくるので、諦めずに頑張ってください。でまたその卓球だけじゃなくて、卓球は一人じゃできないので、相手がいることに感謝して、先生方にも感謝して、これからも卓球を通して成長していけるように頑張ってください。また会場で会った時は気軽に声をかけてください。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。どうでしたか。ちょっとね、短いコメント動画だったんですけども、すごいすごい大事なこと言ってましたよね。トップ選手がする難しい練習でも、やっぱり最初、そう、まだ卓球始めたばっかりの時からでもやった方がいいですよっていうことを伝えてくれました。まあまあ、簡単に言うとどんなことをやったかっていうと、何のためにまず練習をするのかで、何するためにこのサーブを出すのか、何するためにそのレシーブをするのか、そういうことを考えながら練習をやって、そして精度を高めていきましょう。これはもうトップ選手もその初心者の方でも関係なくやった方がいいですよっていうことをお伝えしていただきました。あと最後の方ですね、感謝する、その感謝するっていう言葉がですね、深い深い重みのある言葉だったと思います。ここをやっぱ感謝って人間力をですね、高めるためには絶対に必要であって、これ生き抜くためには、もう人生長いんですけど、そのなんか生き抜くためには絶対に必要なことだと僕も思っております。僕の動画、自己啓発の動画の中でも、感謝について小さなことから感謝すると絶対に幸せになるっていうことをね、お伝えしますけども、本当にね、同じことをね、言ってくれたんですね。すごい共感持てたので、今回動画としてお伝えすることにしました。三立の、ね、卓球部さんね、やっぱ天野さんコーチしているんですけども、これからね、もうやっぱ注目ですよ。やっぱそういう思考のコーチがいると、やっぱ選手もですね、絶対に頑張るので注目ですんで、皆さん一緒に応援しましょう。でも僕岐阜なので、岐阜のチームといえば16銀行女子卓球部ですよね。もう今日本リーグも優勝して、実業団も優勝で、先日行われた全日本社会人なんかではですね、まあ、個人戦なんですけども、女子で2位、あとベスト8にも1人、はい、2位がその安藤美奈美選手ですね。そしてベスト8で加藤千晶選手、もう本当ちっちゃい時からね、一緒に練習させてもらって、もう本当ね、地元のこのね、活躍ほんと嬉しいんでね、もうこれからどんどん頑張ってほしいな、どんどん応援しようって思っております。今回の動画は以上になります。皆さん、これから
感謝ですよ。小さなことから感謝をして、そしたら自分の成長が絶対絶対見えてきます。そしたら絶対幸せになってきます。そういう気持ちを常に大事にしながら、そういう気持ちを持ってる人も大切にしながらですね、あなたの卓球ライフ幸せになるように僕もサポート、全力サポートしていきますので、よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。また動画いろいろ発信していきますので、気になる方、気に入っていただけた方はですね、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。